息してるか。はい。私ね、新成人ですけども、車ね、買っちゃいました。トヨタのね、MR2。今回はね、私はね、新成人である私はね、買ったね、スポーツカーをね、皆さんに紹介していこうと思うんですけども。じゃあ、存分にね、見ていってください。よろしくです。視聴者の皆さん、おちょくって申し訳ないんですけど、これから真面目にお話をします。私はそんなに車に詳しくないので、今回はディーラーですね、ディーラーの私の友人のですね、人にいろいろ説明してもらおうと思うんですけど、まず型式は何でしたっけ。 MR2 の何年式。93年式。 SW20 型式。 T-bar、平成3から5年ぐらい。そうですね。色はこれ純正だよね。純正です。純正。直してない。随分一度も直してない割にはすごくものすごい感じ。綺麗。汗もないし。汗もないし。全然削れとかもないし。はあ、すごく綺麗。ちょっと BG があるまあまあ、でもまあそれは。僕新車の時じゃないもう全くもう新車に見えちゃうぐらいにはすごく綺麗だよね、これ。ミッドエンジン、ケツの後ろにね、2シーターで。そうそう。あ、いった。おー、なるほどって自分が言っちゃったエンジンを、ね、開けたことないかな、まだ。そう、開けたことない。熱っ。でもまだ熱いな。そう、まだ熱い。まだ熱い。あ、で、これをこうパチンとやって、このロッドで止めます。おー、また。なんか MR2 のこのね、ロッドを取れやすいみたいなことを聞いたことがあるんですけど、これはそんなことなくて、で、この車ミッドシップですので、2リッターのね、原型のエンジンを後ろに積んでます。なので走ると背中からもう振動が伝わってきて、なんか後ろからこう押されるような、わかります。電車で行ったら、1M1T の電車で 1T 側に乗ってるって多分ね、見てると全然わかんないと思うんですけど、そんな感じがしますね。ノンターボですね、これは。ノンターボ、G リミテッドですので、はい。ターボついてなくてこれで走る、すごいよね。結構そう、でもお客さんによってはやっぱりターボ付きの方が扱いづらいとか、なるほど、いう方もいらっしゃいますので、今回僕がね、買ったのはターボなしですけど、ということで、じゃあまあ走って、そう、正式にはめて、よいしょ、でゆっくりね。上から落とす感じかな。上から落とす。カチンって。そうね、はい。OK です。この車 NA 自然吸気なので、こっちにね、インタクラっていうのかな。そうだね、うん、インテーク、インタクラ。そうだ、そうそう、インタクラ前だ。インタクラ前だ。こうやって全然エアインテークだ。エアインテークが、エアインテークです。僕は全く車に詳しくないので、こんな感じになっちゃってるんですけど、ここにね、空気を取り込んでエンジンを冷やすってやつですね。次はリアをね、トランク見ていきましょう。まあ意外にあるんですよ。まあそれはね、ホンダのベゼルとかそんなのに比べたら少ないですけど、でもこのね、ミッドシップのスポーツカーにしては結構あるかなっていう印象です。まあ、ゴルフバッグギリギリ詰めないか。入るんですよ、これ。入る、ゴルフバッグ入るんですよ。僕ゴルフバッグ持ってないから全然見当つかないですけど、これ入るように作られてるんですよ。そうなんです。入るんだ。はい。で、後で説明するんですけど、これ T バーって言って、上のルーフが、まあ、半分なんでしょう、オープンカーみたいにできるものなのかなんですよ、これって。なので、ここにね、カバーをね、入れてるんですけど、窓ガラス割れないように毛布もね、入れてます。 MR2 はミッドシップなので、前側は結構スペースがあるんですよ。で、レバーがこれか。ということで、前側にもスペースがあります。で、ここはだいたいスペアタイヤを入れてるんですけど、ちょっと今のところは一回外してもらって、あとはね、荷物とかを入れるトランク代わりにしてます。で、こっちに電気系統の、なんていうんですか、ハブじゃない、ヒューズ。そうですね、ヒューズボックスです。ヒューズとか、あとウォッシャーとか、そういうのをここが入ってますね。じゃあ次行きましょう。さて、
次はこの年式のね一番の特徴である T バールーフね紹介していきたいと思います。いいですか。結構簡単なんですよ。ここにまたちょっとしたこうレバーみたいなのがあるんで、はい、それを押しながら手前にこうレバーを引くと簡単に割れます。でこれを普通はシートの後ろに入れるんですけど、まあ、後ろの方がいいですよ、うん、あの後ろに入れるようにしてます。でなるほどって自分で言っちゃうのね。そうですね、納車した時にね、納車した時にね、こっちの方がいいよって話をして皆さん後ろに入れますけど、後ろの方が簡単だから、うん、一応あのね座席の後ろに入れるスペースあるんですけど、ただそれ座席倒したりしてあのやらないといけないので正直めんどくさいのでこっちに入れてます。もう身ぐるみを剥いだようにですね上が開くんですよね。でこの T バールーフっていうのは真ん中だけ線が残ってるのかっていうと、この時代はまだもうちょっとねやっぱり古い車なので、あのどうしても耐久性とかいろいろな問題で初版の事情でここだけやっぱ残さないとねいけないんですよ。でもうちょっとそうボディ剛性ですね。そうそう、なのであのもうちょっと後の時代になると、これ確かあの後の時代の MR2 って全部開くタイプって、あー MRS です。 S か、あこの高世代になるともうかぶり折れになる、ここまで開いちゃうような。うん、あと今時あとタルガって言ってね、うん、こうここは残ってんだけど、うん、ここはないよみたいなとか、あーなるほどね、まあ、作ってますけど、うん、まあでもこの時代だとやっぱりそのどんなスポーツカーであっても T バーは基本みたいな。そうですね、ちょっと後ぐらいに、うん、例えば日産の TRDZ G34 でしたっけ、うん、とかターガとかあったりしましたけど、うん、これに至っては T バー。リアだね、リア、あの MR2 ってですね、あの、まあ、後ろにもちろんロゴがあるんですけれども、こっちはあの G リミテッドっていうグレードなんですね。で G リミテッドのグレードのこの表記っていうのはもう最初からこうもともと塗装がされていて、特にあのなんかなんだろうメッキ加色されたりっていうのはないんですよ。まあ MR2 に関してはね、まあ、光沢はないですけど一応銀色のね塗装がされてたりします。でケツの排気口ですね、2連1対になってます。でもちろんねスポーツカーですから、あのなんか残念なイケメンから鼻毛が出たみたいな排気口は特にはなくてですね、ちゃんとしたこれも原型、これは後付けですね。後付け、はい、これはあの原型だと、原型だともっと細いですね。細い、これ富士壺なんですけど、これは車検を通るものになってます。なるほどなるほど。そしてホイールですね、これホイールはごめんなさい僕全然詳しくないんで説明してもらっていいですか。はい、17インチの 7JG でもちょっと細いんですけど、うん、まあ、ちょっと見た目がねいいってことで、うん、別に走れないことはないので、うん、あの2センチのスペーサーをかまして、うん、履かせてます。なるほど。であとここに給油口がありますね、こうパコッと上げたら、うん、キャップを外す感じになります。まあ、ここは普通の車と同じ。そうですね、うん、はい。取れない。買った。買った。買った。あ、いたいたいた。あ、これで。うん、左回りだね。これね、本当に今日のガソスの手。おお。ありがとう。この MR2 のこの型式のリッターはですね、だいたい10キロぐらいなんですよ。まあ、うん、まあ、ちょっとね、回しすぎると 5キロとかになっちゃうんですけど、ね、なかなか、ね、ちょっとね、今 ね、高いもんね。でも大丈夫です。あの、国鉄型のディーゼル機関車なんかはもうリッター数百メートルっていうのがザラなので、それに比べたらよっぽどマシだと思います。本当にリッター数百メートルっていうのが当たり前です。下手すると坂の区間だとリッター100メートルとかもあるらしいので、それに比べたらよっぽど経済的ですよ。であの僕基本的に原型が好きなんですけど、ただあのせっかくなのでねちょこっとやっぱ自分らしさを出したいなということで、あのこの1型っていうですね、これ3型っていうんですけど、1型にしかこの黒の加色がないんですが、3型にもですねこの黒の加色つけていただきました。はい、かわいい。かわいいな。もういちいち開きます。ハイビームをする時も開くし、もう例えばすれ違うかっこいい車とかがいた場合は、うん、もうパッとね仕上げると大体帰ってくるから、ポップアップするから。それじゃあ中にね、あの自分の車ですけど入って紹介をしたいんですが、よいしょっと、よいしょ。今視点の目線でやってるんですけれども、
もう悪くはないですね、前方の視界も、視覚も別にそんなにないし、ちょっと覗けば前がねちゃんと見えるんですよ。両端がちょっと立ってるので、どこら辺がタイヤなのかとか前方なのかっていうのが視認がしやすい仕様にはなってるんですよね。なので、あとリトラを入れると開きます。かわいいね。そしてエアコンもですね、もちろんちゃんとつきます。やっぱりでも今の車と比べたらちょっと弱い気はしますけど、まあでも2人乗りなのでね、2シーターなのでそんなに気にはしないかなと思います。で、ここステアリングとシフトノブはカスタムしてて、でちょっとごめんなさい、会社知らないんですけど、なんていう会社でしたっけ。モモですね。モモ、モモ、こちらのモモになります。で、これもね、ちゃんと変えてますね。まあもちろん消耗無理ですから、変わってるのは。この車は収納スペースやっぱ少ないんですよ。少ないんですけど、一応ね、前にして、で、この T バールーフなんですけど、本来の T バールーフの収納場所はここです。なのでここにこう立てかけて、こうカチッと収める形になるんですけど、めんどくさいので後ろのリアに入れてると。で、この車の特徴として収納場所がもう一つあって、ここ縦収納なんですね。なんかちょっと見えちゃいけないものがいろいろ入って、個人情報みたいなのが入ってるんですが、まあそこはモザイクにしておきましょう。こんな感じでね、縦収納になるんですね。ただこの車の残念なところで言うと、どうしてもドリンクホルダーがないんですよ。例えばここのポチ回してもらうと分かるんですけど、ここ本来ついてるはずが他の車についてるんですけど、ここにドリンクホルダーがないと。でちょっとね、こっちの側には回せないんですけど回せないんですけどここにもドリンクホルダーないと。なのでちょっと飲み物を置く場所がね、限定されてしまうのが難点ではありますね。そして助手席側ですね。助手席側はまあシートはもちろんそんなに変わらないんですけど、よいしょよいしょ、こっちにね、買い物袋、まあ両方あるんですけど、買い物袋をかけられるフックがあって、まあここにね、なんか飲み物じゃないですけど、そういう風な買ってきたものを入れるっていうのはギリギリスペースはあります。一応これも MR2 のロゴが入ってるマットになります。シートもこれ原型ですよ ね、うん、はい、原型の当時のものですね。今残ってる MR2 なんかだとやっぱり上にかぶせて、ちょっと劣化しちゃったから上にカバーをかぶせてたりする方がいるんですけれども、これはもう頑張って僕は原型で、やらせてもらってるということで。あとは ETC もね、一応ついてます。 T バールーフの車のちょっとした工夫として、ここにね、デフレクターっていうんですかね、まあ、助演版とかじゃないんですけど、彼女がね、乗ってたりすると、ここでこれがあることによって髪がバサバサ回らないみたいな、そういうことになるわけですね。なのでこんな小さな器具でもね、ちゃんとした効果はあるってなかなか考えられてますよね。今はそんなに動かさないんですけど、ヘッドレストの角度をね、変えることができます。こんな感じで、ごめんなさいこのめんどくさいんでこのままにしておきますけど、あとはこう、まあ、今は触らないですけど、動かすのめんどくさいんですよこれ。こうカチ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 やってですね、ここの幅がですね、こう詰めたり広がったりするわけですね。そういう風な装備が結構昔からあるんですよね。これなかなかこの時代30年ぐらい前の車にこれがあるっていうのは、僕はあんまりもう疎いんで、正直一目惚れで買ったので、そんなのがあるんだって全く無知だったんですけど、こう結構やっぱ先進的なんですよね。でこれが走行距離は何キロでしたっけ。14万2000キロです。そうですね、14万か。まあでもかなり戻ってらっしゃるようで、まあもう結構回してますからやっぱね、でもね、ガソリンの料金がねバカにならないけどねこの車はまあ MT マニュアルですね。男はやっぱマニュアルじゃないと男と認められませんので、オートマ乗ってるやつはまあ大体やっぱね、男のマニュアルでございます。これはもうこうね、こんな風にね、6速じゃなくて5速のね、マニュアル車。ここまでご視聴いただいてありがとうございます。今までね、僕が持ってるみたいな言い方してきましたけど、まあ、騙してごめんなさい、僕の車じゃないんですね。彼の車なんですね。ディーラー役として出てた、私の友人のハイン君のね、持ち物でございます。大体これ価格がいくらぐらい。元の価格が160万ぐらいで、なんだかんだつけて180ちょいぐらいですかね。このなるほど、なんでお手頃
そうですね、なので僕の車ではないんですね。もちろん私まだ全然車は興味ありますけど初心者ですし、ほとんどなんか本当大根役者みたいな感じで演じてしまって申し訳ないんですけれども、MR2 のね動画ってあんまり YouTube にないので、せっかくだから一緒に撮ろうよっていう話でこの動画を撮ってきました。騙してごめんなさい。この後はですね、私がですね助手席に座ってドライブインプレをしたいと思いますので、次回の動画もねリンク貼っておきますので、もしよかったらご覧ください。こっちかということで、この動画はここまでです。どうもありがとうございました。ご視聴いただきましてありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。